おはようございます。ではいきなり交通量の多い14号からお送りしております。渡れるかな。はい、今朝もふなっしーランド来ました。ひみちゃんはもうここがおやつポイントということで率先してギュンギュン引っ張っていきます。ひみやバースデーキャンペーンはい、ふなっしーの元でおやついただきます。嬉しいね、みみちゃん。昨日のお仕事なんですけれども、ひーちゃんの4時間にしては初めて荷物多かったですね。休み前、金曜日ってことで不在がめちゃくちゃ多かったです。10件不在ありました。なんかイメージ的にはもっとあった気がしたんだけど、数字見ると10件ですね。10件でお荷物が11個の不在ということになって持ち帰ってきました。いや、不在になるとね、3倍4倍ぐらい時間かかっちゃうんですよ。それでマンションとか言うとなおさらなんでね。結構なんかイラつくまではいかないけど、一定不在だとがっかりっていう感じでしたね。僕としてはどっちかというと戸建ての地域の方が好きですね。とにかくいいペースで行けますし、まあ、こういう新興なお家で表札がなかなか見つからないにしても、そっちの方がいいペースで配れるなっていう感じですね。駅の近くとかのマンション群になっちゃったりすると車は止めにくいし、でちょっと苦手です。はい、だんだん克服していきたいと思います。あ、それと昨日の夜メニューってやっぱUberみたいなのありますよね。あれもアカウントが随分時間かかったかな、はい、昨日メールが来てましたんでそっちのアプリも入れました。 Uber とメニュー と、2本立てでいきたいと思います。まあ、効率2倍にはならないでしょうけれども、一つでやるよりはお仕事取りやすくなるんではないかなと思います。ということで今日も一日楽しみたいと思います。和子さんも元気ですよ。今日は11時から稼働してます。メニューを Uber とメニューと両方です。で今11時20分、3分ぐらい前にですね、メニューでなんとかラーメンという感じで読めません。それで船橋の駅の方まで今ピックアップで向かってるところでございます。メニューは今回が初めてなんで単価とか全然見ないでそのまま受けちゃいました。はい、では行ってまいりたいと思います。今12時43分1時間半ちょっとやってまいりまして、2件です。メニュー1件で1100いくらとウーバーが1件で600いくら。動けろ。ケンタッキーフライドチキンどうしようかな、これ。ちょっと遠いかな。いや、これもう今日お昼で終わりにします。はい。なんだっけ、そう。で、1800円ぐらいで、今日はおしまいにします。ご飯食べて、夕方のUberじゃねえや、Amazonに備えたいと思います。草刈りしたのかね。
和子さんが中にいるもんだから見に行ったのは座りしてなってます。もう一回目越しに撮ってみてね。ミミちゃん、お利口さんですね。ミミちゃん、おとなしくお座りしてます。あ、なるほどね。タイプもいいね。今日は、アセル王様の前で待ってます。あ、なんか上に向くよ。ミミちゃん、あっちの奥にいる？あ、違う、おばあちゃんね。こっちにいる。パンが売ってますよ、いろいろと。前は食パンだけだったんだけどね、最近はいろんなパン売ってます。はい、これからお仕事です。混んでるかと思って早く出てきたらララポート周りもスイスイだったんで、少しここで時間を合わせてから行きたいと思います。15分ぐらい、20分近くゆっくりできるなはい、では後ほどです。今日はセールなんでね、かなりお荷物多くなると思いますが、頑張って行っていきたいと思います。ではでは。